未調理のジャスミン米の粒ジャスミン米、ジャスミンライス、またはカーオホームマリは調理種の香り米の一品種である。タイ語でカーオは、米、ホームは、良い香り、マリは、ジャスミンを意味する。パンダンやポップコーンを思い起こさせるその香りは、稲が自然に産生する方向化合物群から来ており、その中でニアセチルマイナス1ピロリンが最も、際立っている。 典型的な包装と貯蔵では、これらの芳香化合物は数ヶ月以内に消失する。このように香りが素早く失われるため、多くの東南アジア人と通りは、毎年新たに収穫された新米を好む。ジャスミン米は稲多いザサテバの品種である。ジャスミンという名称は、ジャスミンの花のように白いこの米の色を指している。ジャスミン米は主に、タイ、カンボジア、ラオス、 南ベトナムで栽培されている。調理するとその食感はしっとりとして柔らかく、わずかに甘い風味を持つ。調理すると粒はくっつき、幾分粘り気があるものの、アミロペクチン含量が少ないため、もち米よりも粘りは小さい。米国産の調流種に比して、粘り気は3分の1程度である。ジャスミン米の収穫では、長い茎が切られ、脱穀される。 ジャスミン米は次に、もみと呼ばれる殻がついた状態で置かれ、外皮を除去して、玄米とするか、精米して灰が、ぬかの一部、または全部を取り除いて、白米とする。ジャスミン米の正式な品種名は、カオドークマリ105である。KDML105 の2004年の収穫量は、約9、400万トン、作付け面積は4、300万ヘクタールだった。1945年、 香り米の優れた品種がジョンブリー県、ラムプロデュー軍の農家によって発見され、チャチューンサオ県バーンクラー群で香り米の九9 9本が純系選択のために収集された。1959年、白色の純系品種道具まで4から2から105が品種登録された。この品種は一般に顔道具まで105と呼ばれる。タイジャスミン米とカンボジアジャスミン米は、 共通点が多く、タイ東北部カンボジア国境の両側に隣接した地域で主に栽培されている。カンボジアジャスミン米はカンボジアで栽培され、白米または玄米に加工される。特徴のあるカンボジアジャスミン米の品種としては、フカランダル、フカローミとフカランデングがある。18種類のマーカーを使って行われた最近の DNA フィンガープリント分析では、 これら3品種すべてが18の基地の香り対立遺伝子を有していることが示された。1品種は18のマーカーすべての位置がタイジャスミン米と同一であった。2品種はタイジャスミン米と17のマーカーの位置が合致し、1つのマーカーの位置が異なっていたことからカンボジア固有品種であることが示された。ジャスミン米はラオスと南ベトナムで栽培されているものの、 主要な品種ではない。ラオスではもち米、ベトナムでは通常のうるち米が主である。タイ産のタイジャスミン米は細い形状をしている。タイジャスミン米には白米と玄米がある。北米及びヨーロッパに海外輸出されるジャスミン米の大多数はタイジャスミン米であり、少量がベトナムから輸出される。タイではスリン県、ブリーラム県、 シーサ系と県のみが高品質のジャスミン米を生産できると考えられている。パッカパオと無視ジャスミン白米ジャスミン米の白米は調理するとわずかにネバネバした食感となる。香りの主な原因はにセチルマイナス1、ピロリンである。ジャスミン米の玄米はぬかの層を保持している。ぬかがあるため白米よりも健康効果が大きい。ジャスミン玄米は塩膜のような香りを持ち。 血管内のコレステロールを減少させうるガンマ、オリザノール類を含有する。ジャスミン玄米は、ビタミン A、ビタミン B、ベータカロテンといったビタミン類を含み、また抗酸化物質を含む。ジャスミン米のグリセミック指数は6880で、ある。グリセミック指数が70以下の食品は、吸収がより遅く、摂取後の血糖値の急上昇が抑えられるため、 糖尿病食として好まれる。すべての米が高いグリセミック指数を持つわけではない。例えば、バスマティベイは59と比較的低いグリセミック指数を持つ。しかしながら、米はそれだけで食べられることは稀である。大抵は、グリセミック指数を20から40%低下させる。その他の食品と一緒に食される。蒸したジャスミン米は、炒め物や、焼いたり、揚げたり、 蒸し煮にした食品と一緒に食べたり、スープに入れて食べたりするのに理想的である。加熱しすぎると柔らかくふやけすぎるため、焼き飯に使うのはうまくいかないことが多い。より経験豊かな料理人は、焼き飯を作るためにまず米を冷やしてから使う。マカオで開催された2017世界米会議において、タイのオムマリ105が、その他21の出品品種を破って、 世界一の米となった。タイは3品種をこの競技会に出品していた。タイジャスミン米がこの栄誉を勝ち取ったのは過去9年間で5度目であった。この競技会の審査員はマカオのレストランのシェフラが務めた。審査基準は味と粒の形状であった。カンボジアが2位、ベトナムは3位だった。ありがとうございます。